おしゃれサイクリストが気になっている海外ブランド6選のうちの今日は最後の回、セブ飯です。リンリン、はい、こんにちは、森氏です。今日はですね、お待たせしました。ちょっとね、間が空いちゃったんだけど、おしゃれサイクリストが気になっている海外ブランド6選の最後の1個、セブンメッシュをですね、今日はご紹介したいと思います。セブンメッシュといえば、代表のね、タイラー・ジョーダンが元アーキテリクスの出身で、アーキテリクスの社長やってたんですよ。まあ、そのデザイン性もすごいかっこいいし、機能性もあるよねっていうことが枕言葉のようになってたブランドなんですね。僕らもそれでファーストシーズンはめちゃめちゃ推してたんですけども、ちょっとね、もうその冠がいらなくなってきたかなと最近思ってます。どういうことかっていうと、今何年ぐらいなんだろう、5年か6年も経ってると思うんですけど、ブランド創設からもうちょっと経ってるかな。完成度が非常に高くなりました。実は初めから完成度はもしかして高かったのかもしれないんですね。っていうのはですね、セブンメッシュってすごいミニマルなデザインなんですよね。当時まだスポンサーロゴがバリバリっていうのが少し下火になってきた頃ではあったんですけども、それでもまだね、やっぱりちょっと蛍光とかそういう色が派手な色が多かった時代に、セブンメッシュはそんなに派手じゃないミニマルなデザインの提案をしてきたんですね。彼らってマウンテンバイクの聖地であるカナダのスコーミッシュってところの、ブランドなので、どっちかっていうとマウンテンバイクにこう力を置いてるのかななんて思ってたんで、そういうデザインになるのかなと思ってたんですね。ただそうじゃなくて、彼らはやっぱりかなりこう先を見越してですね、これからの時代ミニマルデザインになってくるだろうっていうことで、多分その派手なデザインというよりはこう色の提案みたいなものをしてきたっていうのが一個と、後ほど説明しますけど、彼らの制作技術ってすごいんですよ。開発技術って生地にしても、普通ですね、そんなちっちゃいブランドが提携することできないゴアテックス社なんかとも提携していて、他のラグジュアリーブランドが使う前の生地を先に使ったりしてたんですね。それは今までこう見てる中でちょっと分かったことなんですけども、なのですごいなと思って見たんですけども、生地にこだわろうと思うとあんまりこう派手な色って使いにくいんですよね。その生地を大量に開発しなきゃいけないんで、大量に作らなきゃいけないじゃないですか。生地はものすごくいい生地なんだけど、それを何年間にもわたっても使わなきゃいけないっていう風になってくると、あんまりこう派手な色だったり、それこそ後からこうなんかいろんなプリントをバンバン入れるみたいな考え方だと、そういういい生地ってなかなか生まれないんですね。ちょっとごめんなさい、説明がうまくないんだけど、で、おのずとやっぱり生地を開発をちっちゃいブランドがやろうとすると、それなりにやっぱ使える色っていうのをベースに開発した方がやっぱり効率は良くなるっていうことがあるということをちょっと覚えておいてください。考え方としてはおそらくなんですけど、僕思ってるのはデザインもこだわるけど、ただそこよりもやっぱり機能がまず大事なんじゃないかっていうこだわりがあったんじゃないかなっていうのが僕の中での 今の見解です。そんなこんなで、とはいえな、でもデザイン頑張らないとなと思ってたものがどん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 良くなってきて、今まさに成熟したなというのが僕の今のセブンメッシュに対する評価です。で、時代感もあるんですよね。今グラベルが徐々に流行ってきてるじゃないですか。で、彼らがもともとそのマウンテンバイク、カナダのスコーミッシュってマウンテンバイクもグラベルもオンロードも全部できる、いろんな乗れる場所がある地域なんですね。で、そこから出てるもんで、今ってね、サイクリストの楽しみ方も昔はオンロードかオフロードマウンテンかだったのが、その中間のグラベルっていうのが入ってきて、しかもその中でね、ユーザーさんがこうみんなどれも楽しみますみたいな感じになってきてるじゃないですか。そういう意味でそのセブンメッシュの考え方と僕らサイクリストの考え方が、ちょっと近づいてきたっていうのもあるのかなというふうに思ってます。いつもね、この海外ブランド6選で説明するときに、大体こうカテゴリー分けするじゃないですか。で、それで言うとセブンメッシュっていつものようにめちゃめちゃ走れる用とそうでない用とがあって、あとライフスタイルがあってとかって、そういうカテゴリーとはちょっとまた違っていてですね、基本的にはオンロード用っていうのももちろんあって、で、あとはそのオフロード用っていうのもしっかりあるんですね。で、他のブランドと違うのは、おそらくマウンテンバイクのメッカであるスコーミッシュだからだと思うんですけども、このオフロード用が結構充実してます。ひいては東京ウィルズ的にはそのまま街乗りにも使えるようなデザインのものっていうのが非常に多いというのがセブンメッシュの一つの特徴で、あとは通常ですとオンロード用っていうのがすごく走れる人用と、そうじゃない人用と、あと長距離モデルとみたいに分かれるんですけども、セブンメッシュの場合ってそこまで細かく分かれてなくて、商品ごとにちょっとね、使い方が違うみたいな形になってます。なんでビブショーツはカーゴポケットが付いてるものとそうじゃないものがあって、で、ジャージもなんかこうメリノのものとすごく速乾性が高いものとライクラのものとみたいな感じで、単にこう機能でちょっと分かれてるような感じになっていて、
すごく走る人向け、トレーニング用とそうじゃない人向けみたいな風には分かれてないんですね。だからどういう走り方をする人でもその機能に応じてチョイスして使ってもらえばいいというような考え方になってます、ざっくり言っちゃうと。なんでその辺も多分なんかこうデザインだけじゃないというか、機能から入ってきているブランドだからこそカテゴリーの整理なのかなというふうに思ってます。でもね、そんなに難しく、逆に言うと難しくないっていう感じもあります。もう好きな、機能的に好きなもの、デザイン的に好きなものを買えばいいという感じです。ちょっと軽くまとめると、デザインに関しては基本的に機能優先だから、シームテープ使ったり熱圧着したりとか、まあ、そういったことで可能な限り体に負担をかけないデザインであり、おしゃれなものを作るというのが彼らのコンセプトであるっていうのが一つ目で、二つ目が開発も全て自分たちの手で行っているというふうに言っているので、自分たちでしっかり検証してスコーミッシュで走ってみて、ほんで作り上げるという工程でとにかくものづくりにこだわっているっていうのが2つ目の大きなポイントですね。で、3つ目が彼らの根本的なコンセプトとしては、冒険心、ライダーの冒険心を満たす製品作りということです。で、冒険心って何なのかっていうと、まあ本当簡単に言っちゃうと、オンロードからオフロードまで快適にこう乗り続けることができるものっていうのが彼らの根本にあるようです。まあそれこそスコーミッシュがね、全部のことができるっていうのが多分ベースにあると思うんですけども、まあ、それがゆえにやっぱりデザインよりも機能性を重視しているというふうに考えてもまあいいのかなというふうに思います。とはいえですね、デザインもかっこいいので、じゃあ早速ちょっと商品をですね見てみましょう。とまずですね、これジャージとビブショーツを着ています。で、多分フィッティングもすごくよくて、僕これ下も XS 上も XS で着てるんですけども、他のブランドだと僕ビブショーツは S を着てるんですね。なんだけどセブンメッシュだとねちょっとだけ大きめなので XS でも大丈夫です。このサイクルジャージは実はメリノなんですね。なんでまあよくイザドアの回とかでも押してますけど、まあ、同じく吸汗速乾性が高くて、まあ、匂いがしないというメリノを使ったジャージで、非常にこう色合いとかもね、なんかセンスのいい色を使ってます。もう一色あって、これネイビーですね。で、この後ろがこういうグラデーションになったりして、デザインよりも機能性重視だと言いながらもデザインもかなり良くなってきてるなという印象です。面白いのがこの脇の下、まあここがちゃんとここで切り返しになってて、こう腕が上げやすくなってて、わざわざこう切り返しを使ってたりとか、あとこの背面のところだけですね、生地が違うんですね。なんかこう撥水性のある、ストレッチ性のある素材ですかね。その裏にあるここの部分もなんかこうちょっと違う生地がまた使われていて、でサイドにこう大きいポケットがあって、こっち側とこっち側にもあるという感じ。作りが非常にこう細かく、こうパターンも設計も細かく作ってあって、でこういう生地も切り返してあって、正直ですね、海外のブランドって今すごい増えてるんですよ。 T シャツと同じ感覚で工場もすごいいっぱいあるし、もうプリント一発、デザイン一発上げてこれで作ってくれって作ってくれる工場も結構増えてるので、そういう意味ではまあ言い方悪いですけど、誰でも簡単にもサイクルジャージの上下って作れる時代になっちゃったんですよね。なもんで、なんか本当にその海外からうちにもすごいいっぱいオファー来ますし、まあなんか取り扱いしてくれみたいなオファーが東京ウィズにも来るんですけども、正直本当に流れてるボディとまでは言いませんけども、まあ本当にありものにプリントしただけなのかなみたいなもので、まあそのデザイン性がやっぱり面白いもんであればね、まあそれはそれでありってありなんですけども、でもまあそういうのが非常に多いんですよ。でそれに対してやっぱりセブンメッシュっていうのは、その本当に機能性からボディからしっかり作り込んでるっていうのが多分そういったとこと大きな違いで、まあやっぱりユーザーの方もその辺はこうしっかり見極めてですね、買っていった方がいいだろうなというふうには思ってます。でこれがまあメリノを使ってるというサイクルジャージですね。でもう一個ちょっと紹介します。かなりタイトめで強度高めに走る人向けのジャージです。僕もねこれとは全く一緒じゃない全シーズンモデルを持ってるんですけども、何がすごいかっていうと、全く濡れません。濡れませんってどういうことっていうと、吸わないんですね、汗を。全くって言うと言い過ぎなのかな、個人の感想です。全く吸わないような感じというか、多分ほとんど吸収する性能を持ってないんだと思うんですね。なんで、中から汗かいたらもちろんインナー着てもらって、そこから吸い上げた瞬間にそのまま外に放出しちゃうっていう、すっごい薄い生地なんですね。ちょっと色違いで見てもらうと、ちょっと画面だともしかして分かりにくいかもしれないので、気になる方は店頭で触ってもらえると驚愕すると思うんですけども、めちゃくちゃ薄い生地で、で裏がこうハニカムみたいになってるんですね。
なんで肌に当たる面積も非常に少なくなってるっていう感じで、なんていうのかな、本当究極の吸汗速乾性能を高めてる素材っていう感じですね。だから逆に僕ね、これズイストとか家で使ったことなんですけども、その時は向いてないです。インライントレーニングの時ってある程度吸ってくれた方がいいじゃないですか、全部そのままポタポタいっちゃうんで。だからこれ吸汗速乾性高いからズイストにも超使えるかもっつって使ったんですけど、その時汗吸ってくんないから全部下に垂れるから、ちょっとこれ違うなと思って、逆に天気のいい日外だったらこう出たものがどん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 乾いていくんで最高に気持ちいいと思います。ちょっと風を当てればどん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 乾いてくれるんでっていうようなもんです。で、後ろがこういうグラディエーションになってて、これもすごいデザインかっこいいですよね。こっちもこういう感じです。で、さっき言ったバックポケットもやっぱり生地が違っていて、でとにかくこいつはね、この軽さとこの生地の後ろの気持ちよさ、あとこの切りっぱなしのデザインとかでタイトな感じとか、この辺が多分刺さる人にはめちゃくちゃ刺さると思うんで、ぜひちょっと近くの方は店頭で、遠い方は一回買っていただいてチェックしていただけるとびっくりすると思います。この裏とか本当にすんごいサラサラして気持ちいいので、ちょっと値段はするんですけども、この生地だけで惚れちゃうって人いると思います。で、ビブショーツですね。ビブショーツのフィッティングは比較的タイトめです。履くときはちょっとええんやこらっと履かなきゃいけない。で、もしかしたら僕普段 S 履けるんだけど、こっちだと XS だからかもしれません。なんだけど、それでもあえてなんで XS を選ぶかっていうと、伸縮性がしっかりあるので履いていてストレスがないんですね。で、ちゃんと余らずに履けるし、やっぱり S より XS の方が僕は気持ちいいなと思います。あとはこれも切りっぱなしになってるんですね。もう全く継ぎ目がなくこういう風に来てるので、やっぱり他社さんのビブショーズで、なんだろう、ランクがちょっと下のものとかだと、ここはいいんだけどここのゴムがきついとか、やっぱそういうことがあるんですよね。やっぱりその箇所によって物を変えられちゃうと、そのきつさが変わっちゃうのでっていうのがあるんですけども、なんとなくここのゴムで支えてるでしょみたいな感じになっちゃうんですけど、セブンメッチの場合はもう全体がこうストッキングみたいに、ここの部分の裾の部分だけは一枚縫製みたいになっているので、全体でしっかりと包み込んでくれるので、そういうストレスがないです。一箇所にこうギュッとストレスが来るとかっていうストレスがない。で、あとはそうは言っても細かくこうパターンがパーツで変えられているので、伸縮性の快適性も高い。あとはパッドですね。やっぱりこの辺がすごいこだわってるなと思うので、この辺見えますかね、縫製部分。ここって結構ロックミシンでかけちゃうブランドって多いんですけども、ロックミシンとかかけてないんですよね。こういうバーっていうミシンじゃなくても、多分これ二重になってて、中に塗ってそれを内部に入れちゃってるんですかね。いずれにしても僕がよく前のビブショーツの回でも言った横の擦れがすごい嫌なんですよっていうのは、皆無かなという感じになってます。すごい柔らかいですし、この辺の擦れはあまりなさそうな感じですね。で、実はこれもロード .cc でしたっけ、 UK かなんかの有名な評価サイトがあって、そこなんかでもかなり最高ランクの評価を受けてたりするビブショーツなんですね。で、セブンメッシュのビブショーツってなかなか前面に出てこないので、彼らのイメージなんかでもそんなにこうすごいもんだって誰も思ってなかったんですけども、そこでいきなりそんな高い評価を受けちゃったりしてて、そういう意味でもすごく専門家から見ても高い評価を得てるビブショーツで、あとこっちが普通の MK3 っていうビブショーツなんですけど、こっちはカーゴタイプで、ここにポケットがついてたりとかして、あとバックにもこういうポケットがいくつかこうついてるんですね。今流行りのグラベルだったりとか、マウンテンだったりとか、もちろんオンロードでもこの辺にプロテインバー入れて走ったりとか、補給食入れたりとかできるので、非常にこう便利な機能がついたものというの、この2種類を東京ビルズはラインナップしてます。これもすごく履き心地いいので試してみてください。あと僕が圧倒的におすすめしたいのが、実はこのジャケット、オロジャケットっていうんですけども、オンロードでもグラベルでもグラインデューロとかでもですね、僕これ着てきましたし、あとなんならこう普段私服で歩いてる時も、ちょっとなんか天候怪しいなとか、ちょっと肌寒い時あるかもなって言った時は、これをぐしゃっと丸めてカバンに突っ込んで入れてることが多いっていうジャケットで、本当お守り代わりに常に持ってるジャケットです。何がすごいかというと、めちゃめちゃ軽量なんですけども、透湿性がすごい高くて、でそれで風よけてくれて、それなりにこう保温性を保ってくれるという、スーパーなジャケットです。これね、実はさっき言ってたゴアテックスの先行的に使った生地ありますよって言ったのも第1弾で、ゴアテックスのシェイクドライって生地なんですね。で、ちょっとこれ見てもらったら分かるかな。これも本当にセブンメッシュの生地の話ばっかりで分かりにくくて申し訳ないんですけど、すごいヌメッとした
ちょっとレザーなのかゴムなのかっていうようなこういう生地 でめちゃくちゃこう薄い生地なんですね。薄くて軽い生地なんだけど、あの糖質が高い。まずあのゴアテックスが開発して、あの夜中にリリースするっていう時に、多分初めに近い感じで、あのいくつかこう会社に使わせるんですね。その時の一社がセブンメッシュだったんじゃないかなと思ってます。それで僕はこれすごいですねって、ただ耐久性がどうか分かんないですよねなんて、バックパック大丈夫かななんてメーカーさんとかと話してて、で自分でも使っててバックパックとかも背負ったんですけど、そんなに別に気になるほど傷になってるはしないので、とにかく非常に薄くって、なんかって言ったらゴアテックスって普通この上にラミネートして通常みんなが持ってるゴアテックスになるんですね。でこれはもうラミネート全然してないんですって、むき出しの状態なんですね。なので軽くできてるんだけど、その分耐久性が若干心配だっていう話があったんですけども、いろいろ使ってみたけど別にそんなに問題はなかったです。でその翌年に、実はあの皆さんご存知か分かんないですけど、イタリアのラグジュアリーブランドでヘルノっていうブランドの展示会に行ったら、これのコートとあのウィンドジャケットが出てきてて、これがゴアテックスの最新のって言われて、いやこれって言って、これもう去年からうち使ってますけどって言ったら、なんて話になって、で実はそのヘルノが使う前からもう先にあのセブンメッシュが使ってたと。ヘルノって言ったらもうめちゃめちゃ世界にもう何十店舗もあるようなすごいラグジュアリーブランドで、まあゴアテックスなんかもすごい使ってますんで、あのまあそういったところに先駆けて使わせてもらってたというようなところが、このセブンメッシュの凄さだったりするんです。僕はちょっとその話で感動したんですけども、生地も高価なので、あのやっぱり値段もそれなりにしてしまうんですけども、あのその分いろいろとこう使い道は広がるジャケットです。本当に何かって言えばこれをバックポケットに突っ込んで僕は持ってってます。今僕が着てるのはこれ XS ですね。なんかオンロードだとこれでもいいかなと思います。で S で着るとこんな感じですね。僕は通常だいたい全部 XS なんですけど、ワンサイズアップで着るとこんな感じで、まあこっちだともうちょっとこうまあ運転とか、あと街使いとかもできそうだなという雰囲気にはなりますね。これでオンロードだとどうなんだろうな、バタつきとかをそんなに気にしないっていうのはそんなに変でもないような気もするんですけども、配音性考えだったら S サイズでもいいかなっていう感じですかね。ただこれは本当に非常にあの優秀な商品です。ちょっとね、マウンテンの方も若干ご説明します。こちらがですね、セブンメッシュの中でもよりマウンテンライクなあのコレクションです。もちろんグラベルとか街乗りにも使えるんですけども、下がファーサイドショーツで上がサイトシーショートスリーブ。まずこの下の方ですね、こちらがあの非常によくできてて、まあ、生地もすごい速乾性が高くて非常に軽い素材で、横がですねサイドアジャスターがついてるんですね。なんでここですごい締められると。実は僕ね、今ちょっとこれ S サイズ履いてるんですけども、適正は僕 XS な気がします。ちょっと緩めに着たい人はこれでもいいんだろうけど、僕はジャストタイトで着たいので XS いつも履いてます。どっちかって言ったらマウンテンというよりは、僕は普段街乗りでよく履いてますね。あのすごい軽いんで、あの東京ウィズの初心者ライドなんかも結構これ履いてることが多いです。上をこういう T シャツでさらっと合わせてあげて乗れるという感じですね。で街乗り用っていう意味では、まあ、こういうスタイル、僕は XS 履いてるスタイルがちょっと出ると思うんでちょっと出しますね、まあ、T シャツ合わせてこんな感じで、あと例えばシャツ、うちのビボットシャツ、オリジナルのビボットシャツなんかと合わせてもこういう風に様になります。あのこれだったら、ね、街中も歩けますし、あのもちろん自転車にも乗ってもいいですし、本当に街乗りの中で街に浮かないスタイルという感じであの走れると思うんで、ぜひこういう格好もちょっと試してほしいなと。でこの上に着てるのが、UV カットの機能がある、まあ、テクニカル T シャツなんですね。で高温の時も熱を逃しますし、汗とかはすぐに蒸散してくれるという、まあ、ポリエステル 100% のあの素材を使っているので非常にこれも便利かなと。でここにポケットがちっちゃいのがついててですね、マウンテンバイクの時あれなのかな、車で行って車のキーだけは絶対落ちないにこの中入れとくとか、そういうことなのかな。なんかありますよね、マウンテン系ってこういうちっちゃいチップ付きポケットが。で車じゃないかと僕思ってるんだけど、まあそういったものがあって、何かしら貴重品とか鍵とか入れるには便利じゃないかなということですね。そんなに大きくない、これぐらいなんで、ちょっとしたものしか入りませんけど。あともう一つね、こっちよりももうちょっと街乗りっぽいものがあります。こっちがね、リオセルコンです。リオセルなんですごい軽いです。すごい軽くて柔らかい。でさっきのものよりはちょっとそのテクニカル成分が若干緩いので、まあ、1,000円ぐらい安くて、本当に街乗りとか、あとなんかさっきのものちょっとタイトなのかな、なんでインナーにも使えそうな感じですね、秋冬とかっていう感じのものです。これも軽いので、これからの季節暑くなってきたら活躍するんじゃないかなという感じですね。はい、これコットン入ってそうで入ってないんで、そういった意味でも非常に使いやすいと思います。で一応マウンテン系というは言いながらも、あのうちの中で街乗りのユーザーさんに受けてるのがこのインナーパッド付きショーツでね、今ねあのセブンメッシュについてマウンテン用マウンテン用って言ったんですけども、実はね東京ウィズのユーザーさんで
マウンテンバイク用って非常に少ないんですね。あの東京ビーズで大体ね、お客さんオンロードでガリガリ走る方と、あと街乗りの方っていうのが多くって、でセブンメッシュのさっき の, あのビブショーツとかあの辺はオンロード、自転車をまあ趣味としてる方、ホビーレーサーの方っていうのが買っていくんですけども、こっちのマウンテンバイクコレクションみたいなもの、一応まあセブンメッシュはその扱いになると思うんですけど、に関してはうちでは街乗りの方、街乗りのために買っていく方が非常に多いです。こういう格好で街乗りできますし、あとはこのインナーパッド付きのショーツなんかも見た目普通の下着っぽい感じじゃないですか、なんですけど裏にこういうちょっと薄手のパッドが入ってるんですね。もうパッドって言ってもビブショーツとかとは全然違くって、あの非常に薄いものなんで、多分外のシルエットにも全く影響しない形なので、ショーツに限らずロンパンとかの下でも履けそうなもの、なんでこれはあの今年出たものなんですけども、待ってましたとばかりに非常によく売れてると。でもう一歩本気、もうちょっとだけマウンテン寄りの本気のものがこちらになっていて、こちら本当にこうメッシュになっているんですね。なんで本当に下に履くためのもので、パッドもさっきの MK3 と全く同じものなので、しっかりしたパッドがついてます。でこれなんかは本当にどうでしょうね、マウンテン用とは言いながらもファーサイドとこれで合わせて、例えば100キロあの軽くツーリング行きましょうみたいな時にも全然使えちゃうもんなんで、なんかあんまりこうビブショーツとかピタピタしたの履きたくないとかっていう方には、この辺のセットで着るとおすすめできるかなと思います。以上がですね、だいたいセブンメッシュの全容もう一部だな、概要です。セブンメッシュは僕的にはあのデザインよりも機能性が重視してると思ってます。まあかといってデザインがかっこ悪いかっていうと全然そんなこともないんですけども、それよりも僕がやっぱり展示会になりデリバリーされてきて初め見た時に一番驚くのは、その素材感だったりとか、そのパターンだったりとか、履いてみた時のフィッティングだったりとか、あとはさっきも言いましたけど、使ってみた時の何これ、なんでこんな汗がみたいなものだったりとか、そういう機能性なんですね。なのでなんかそのうちみたいにやっぱりインターネット通販を中心にしてるとなかなかこう訴えづらいで、特にこうね、さらに最近だとこう YouTube だったり Instagram みたいなビジュアル重視だったりすると、なかなかその良さっていうのが伝わりにくいブランドの一つなんじゃないかなとは思うんですね。にもかかわらずうちの中のセブンメッシュの売り上げってずっともう昨年 20% から 30% ベースで伸びてるんですね。でそれはなぜかっていうと、やっぱ使った人が使ってみて本当に良かったなって思うからだと思うんですね。リピーターが非常に多いのがこのブランドの特徴です。なかなか僕らも画面上だけで伝えるのが難しいっていうのは僕らの言い訳に過ぎないんですけども、ぜひこうちょっと触ってみて試してみてほしいなというのは思います。最近デザイン性も非常に高まってるなとも思うんですね。逆にこうちょっと今だんだんとこうミニマルデザインみたいなものもサイクル業界の中でも流行ってきてるので、彼らが先見の明を持ってそういうデザインにしたのかも分かりませんけども、そういうデザイン面でも機能面でもかなり上位のところに今セブンメッシュっているんじゃないかなと。で、あと加えてグラベル部分も来てますからね、まあ、そういう意味では今セブンメッシュにとってはめちゃめちゃ追い風になっているので、まあ、これだけ支持されるのもよくわかるなというブランドです。あの今年もね、本当にもうちょっと商品あって紹介したかったんですけども、なんか早々にこの夏に入る前に結構売り切れちゃって、さっき言ったこのファーサイドもねエクセスになりませんみたいな話になっちゃってて、メーカーももう在庫ないって言ってるんで、だからちょっとまあ徐々にこう早くなってきてるな、なくなるのがっていう感覚はあるので、まあ、僕らもねもうちょっと早めもうちょっと多く入れますとかいうのをやろうとは思うんですけども、映えない、そんなに映えないから結構チェックが漏れるんですけども、早めにチェックしていただいた方がいいかなというブランドです。というわけで今日の動画は以上です。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ももししていただけたら嬉しいです。あとさっきね、あのセブンメッシュ映えないとか言っちゃったんですけども、でもまああのインスタグラムの方でも僕らもいろいろセブンメッシュの着こなしの紹介とかもしてますし、あのそういうねできれば機能の紹介とかも徐々にしていきたいなと思ってますので、あのフォローの方していただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。月曜朝一は口が回らないっす。なんかなんでなのか分かんないんですけどね、なんかやっぱり疲れてるからかな。昨日とか結構走ったんですよね。その疲れが残ってるからか分かりませんけども、じゃん、東京ウィリズのオリジナル T シャツついにできました。これ谷本陽子さんっていうねすごい有名なイラストレーターの方に書いてもらったので、今日はこんな感じです。足元雨なんでね、サンダル、今季初サンダルで合わせてみました。ちょっとこれバケーションっていう名前の T シャツなんですけども、結構プリントデカめにしてもらったので少しモードっぽい着こなししてもらえると、なんかこれをまた全身バケーションっぽい格好にしちゃうとなんか海に行くおじさんみたいになっちゃうんで、まあ少しこっちは
あのロゴ T の方はね、あのそういう感じでもいいんだけど、こっちは少しモードっぽい着こなししてもらえるとかっこいいかなと思って作ってます。こちらもお願いします。